おはようございます。2011年8月28日日曜日6時5分になりました。今日 IT プロのニュースから見ていきたいと思いますが、今日のピックアップするニュースはこれ。日本ヒューレットパッカードがノートパソコンの国内生産を開始と。納期を5日後営業日に短縮ということで、2012年2月なんで来年の2月ですね、には国内向けのノートの8割以上は東京の昭島工場で作るということを発表しました。なんでこれを取り上げたのかっつうとですね、もう一つのニュース、ちょっと前にあった、これですね。これは8月の19日にあったニュースですけども、ヒューレット・パッカードが WebOS 事業を打ち切り、PC 部門の分離を検討というのが流れました。これは、アメリカでも大騒ぎになってたものなんですけども、それで、サムソンが買うだの、買わないだの、レノボがどうだの、こうだのとか、いうような話が出てたように、ヒューレット・パッカード自身がですね、その PC の部門を分離しようとしているということがあった、その直後にですね、これ19日ですから、19日にそんなニュースの発表があった後に、日本ヒューレット・パッカード26日、1週間後ですね、には、ノートのパソコンを国内生産すると言ってるので、これがちょっとね不思議で、もうパソコン部門を分離するって言ってるのにわざわざ、生産拠点を中国からですね日本に持ってくるということは何を意味してるのかなっていうのが、私はちょっとねこれが解せないんですよね。解せないというか何なんだろうと。で、日本ヒューレット・パッカードの会社概要でちょっと見てたんですけれども、今完全にですね、日本ヒューレット・パッカードはアメリカの HP の、傘下に入っているので、 100% 保有株は、HP がアメリカの HP が持っているので、ということはですね PC 部門分離すんぞって言った瞬間にここから切り離すわけですよね。ということは、これその時に日本のどっかが買おうとしてんのとかね、一瞬こう頭をよぎったりするんです。それともひょっとしたら日本 HP は日本 HP でやるよっていうことを考えてんのかなとか、私はその辺のニュースがよく分かってないからかもしれないんですけれども、どうもこれがですね、なぜわざわざこの時期に日本に持ってくるのか。一つはね、その日本国内に持ってきてくれることで日本の、日本国内での雇用促進になるので、それはそれでね、歓迎すべきことなんですけども、ただその後また売却されちゃうのかなと。他のところに行っちゃうとまたそっちに生産拠点を移るとか、そんなことになるのかなっていうのがちょっとね頭をよぎってるわけですね。それとも、日本のメーカーがなんか、どっかが買い取るというか買収しようとしてんのかなとかね、事業提携してここだけをこうくっつけようとしてんのか、なんかよくわかんないですけども、なんかそんなことがこう気になるところなんですね。それで、もう一つこの日本、この記事の中で、日本で生産、日本向けのパソコンを、中国から日本国内にこう移すということでのメリットっていうことで、納期が短縮できるっていう、それはそうだと思うんですよね。今まで2週間だったのをご営業日にできるっていう、当然一旦その注文を受けて中国の方に行って、そっから、作って、でこっちに持ってきて、それから手元に渡るというのは確かに時間がかかるはずです。で、航空便とか使えばね早くなるんでしょうけど、それはそれでまたコストの問題とかいろいろあるのかなという気はするんですが、で、ここでそのわかんないんですけども、その見てるとですね、どうもその中国での、生産することの
人件費によるメリットっていうのがどうもなくなってきてるのかなっていう感じがするんですね。で、確かにその人件費は日本にすることで上がるんだけども、ただ、輸送コストを考えれば、その分そんなに高いわけではないみたいなことが書いてあってですね。で、そう考えると逆にその中国の人件費っていうのがどんどん高くなってるんだなというのが、こういったところでもなんとなく分かってくるかなっていう気がしたんですね。やっぱりそういう意味ではだんだん中国のいろんな企業がひょっとしたら日本、この今回の HP に限らずですね、他の国の事業もひょっとしたら中国から抜け出ていってるんじゃないか、より人件費という意味で考えれば東南アジアの方とかですね、あるいは中東の方とかですね、いろんなところにこう移っていく、あるいは南米とかですね、という可能性が出てきてんのかなと。で、だんだんその生産拠点が中国からまた違うところにこう移ってたりとかしてるようなことがあるのかなっていう気がしないでもないです。さて、これどういうふうにね今後動いてるのかちょっと気になるニュースです。そんなことで、今日は日曜日ですね。8月最後の日曜日ということで、ひょっとしたら、まあ、夏休み最後なんで、あっちこっち連れて行けみたいな話になってるような、家族もあるんじゃないかなと思います。まあちょっとね、このところの、ゲリラ雷雨、ゲリラ豪雨、まあ昨日もちょっと言ってましたけども、強烈に雨が降ってますんで、しかも半端ない量が、全国あっちこっちで、短期間に集中的に雨が降るという、なんかもう考えられないことが起きててですね、冠水したり、洪水になったり、いろんなこと、浸水、洪水になったり、いろんなこと起きてますんで、ぜひその辺は気をつけて、晴れてるからといって安心してはいけないという、もうなんかね、変な状況になってきてますんで、ぜひ気をつけてください。ということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。